あ、えっ、ー、とこんばんはーあえっ、ー、と聞こえておりますでしょうかはいあ渡部さんこんばんにゃー、えー、ああ失礼しましたこんばんはんですねはいあえっ、ー、とあ,あなんかみんな聞いていただいててありがとうございますはいえっ、ー、とあっかおるさんこんばんはーあっ大さんこんばんはー はいえっ、ー、と、今日のテーマはですね、えー、入学進級おめでとう、えー、っていう感じでですね、まあ今日入学式のところとか多かったと思うんですけど、まああのね、えー、どっかの誰かはですね、まああの、入学式をですね、忘れてたというね、えー、人がいますけれども、うーん、まあそういうね、 えー、人もね、世の中にはいたりしますんでね。あ、たきさん、熱下がりました。7度。7分くらいまでってことでね。あ、よかったですー。はーい。うん、そうですね。もうつらいやだ証拠。<laughs> ひどい。ほんとひどいですよね。携帯ぶっ壊れた。なんで知ってんの <laughs> なんで知ってんですか渡部さん。るさん。 造成事故に従うという意思の欠如だ。ほんとだわ。<laughs> <laughs> きゅさん、こんばんは。はい。もう、なんで、そういういろいろ、こう、なんかね、あの、うん、まあいいや。<laughs> <laughs> はい。えっ、ー、と、まあ今日からですね、えー、入学式とか新学期とかですね。うん、あ、滝さん、ほんとそうですね。はい。今日からまあ入学とか進学された方、おめでとうございます。 えっとー、まあ、あのー、新学期ですんでね、本当はこれ昨日やっとけよかったのかなっていう <laughs>、あのー、お前遅いだろうっていうちょっとお題なんですけど、あのー、あのー、本当に本当に真面目にすっぽ抜けてたんで、えー、っと、ね、はい。あ、そうなんですね。あ、渡部さん、前入学試験毎年出てたんですね。あれ、教職だったんですかもしかして。 お、うん、ー、すらしい。はい。うん、いや、もう、あれですよね。あのー、やっぱこの時期はですね、もう、滝さん、高校の入学式は出れなかったんですね。うん、まあ、いろいろね。はい。う ありますよね具合悪いとかねなんかあのね、あのー、白血病のね、えー、発表した水泳選手の方もですね、うん、今回は入学式出られなかったということでね、えー、ニュースになってましたよねはい、うんまあ、なかなかね入学式出れないっていうのはねはい、うん、なかなかね あ、渡部さん、そうなんですね。私が行かないと入学式の音楽が流れませんでしたということで、うん。滝さん、初日から休むって、まあ、しょうがないですよ。うん、まあ、あのー、ね、えー、まあ、お体の具合とね、やはり付き合っていかなきゃいけないですから、うん、体がね、一番最優先ですからね。はい。うん あなるほど。小室さん、腕立て伏せはね、嫌いじゃないですよ。た、うん、だっていきなりやり出すと、ちょっとこう、あの、落ちちゃんしばらくやってないんで、こう筋肉痛がですね、ええーうん。昔普通にあのー、1セット100の3セットとか普通にやってましたよ。<laughs> <laughs> はい。あ、瀧さんそうだね。入学式行きたかったですよね。うん。本当に。はい。 なんかその気持ち分かります、うん。まあ、そうですね。まあ、今日はあれですよ。うん、あの私もね、えー、息子の入学式に行けまして、うん、なんかすごくちょっと、うん、なんか、うん、子供より自分でも嬉しいんじゃないかなと思っちゃいましたね。はい渡部さん、賃立伏せは得意ですかってちょっと今コメント来てるんですけどあ、多分ね、やると折れちゃうんじゃないかな。 うんあ、中学の入学式も途中で具合悪くて保健室行かれたんですね、滝さんね。あ、そうなんですね。あ、タマさんこんばんは。はい。うん。そうなんですか。うん。わかりました。うん。まあね、じゃあ、そういうことで、えー、ガオルさん。えーとー、なるほどね。あ、 そうなんだ。カオルさんね。あ、でも、大吉さん、小学校、最後まで出れたんですね。あ、でも良かった。うん。意外とね、小学校残りますから。あ、チャイチャーさん、モいです。あ、レイラさん、おはようございます。はい。えっと、では、あのー、本題行きましょうかね。えー、っと、新学期。 にですね、まあ、こんなこと結構ありますからとか、えー、そういうのでまあこう、ねえーまあ、注意事項というか、まあ、そういうのをですねちょっと,、えー、といろいろと,ちょっとお話ししてみたいと思います、まあ、あのまず、えー、感染症行ってみましょうはい、えー、あそうですねあっ滝さんそうなんですねはい <laughs> えっと、あのー、まずですね、まあ、ああのー、まだこの時期なんですけど、年齢がある程度まだ、こう、あ、たさん、コンティニューコインありがとうございます。あのー、年齢のまだ、まあ、あのー、若い子ですよね。あのー、まだ小さい子、乳幼児。うん。あ、ちゃちゃさん、コンティニューコインありがとうございます。はい。あのー、ロタウイルス。うん。 これちょっとなかなかね、あの知らない方もいらっしゃるんで、えド、ー、ロタウイルスというものをちょっと説明させていただきますが、えー、たぶもちろんね、今時期まだこう、インフルエンザとかも、まだまああの、残ってるはいるんですよ。うん、ただまあ今の時期ね、えー、これからちょっとまあ4月のその、新、まあ新入学シーズンですね、えー、特に注意してほしい、えー、感染症がですね、えー、溶菌の感染症、まあそれからあの、イン と、えっ、ー、と、結膜熱っていうね、えー、病気ですね。うん。あとはですね。えー、小学生でもツイッターとかで個人情報うん。そもそも小学生ダメだと思うんだけどな。<laughs> ツイッターやっちゃいけないと思うんだけどな。<laughs> はい。うん。まあ、えっ、ー、と、今はね、お話しした主に4つなんですけれども。えっ、ー、とね、あの、幼蓮菌感染症に関してはですね。 あそうですね清さんね、うんあ。子供から広がりますね。うん。幼年菌感染症に関しては、新学期が始まるとですね、いきなり増えます、毎年。はい。で、それから、あとはあのー、この、まあ、咽頭結膜、ま、まあ、なんていうのかな、えっ、ー、と、結膜熱っていうのがあります。うん、で、これは、えー、まあ、どんな病気かっていうとですね、まあ、えっ、ー、と、まあ、言ってしまうと、まあ、別名、プール熱ですね。 プール熱って言っても、ちょっとまたこれまた分かりにくいと思うんですけれども、<laughs> はい。あのー、まあ,あの、主なですね、あの、感房症状、まあ、風邪の症状を引き起こすウイルスで、アデノウイルスっていうね、うん、まあ、あのー、ウイルスがいるんですが、うん、まあ、それの、まあ、ある特定の方ですね、まあ、1、2、4、5、6、7とかですね、まあ、そういうウイルスがですね、まあ、 咽頭ですから、喉で悪さをして、まあ、咽頭炎だとか、それからまあさっき申し上げたね、咽頭結膜熱なんていうぐらいですから、結、まあえー、膜、結膜っていうのは目ですねうん、目のまぶたの内側。うんまあ、そういったところでですね、急性のウイルスの感染症を起こすという病気が、まあ、この時期は比較的、えーうん 流行ってきますでインフルエンザもですね、まだ残ってまして、えー、まあね、多少なりと、えー、ちょっと注意は必要です。うん、まあ、ロタウイルスがね、えー、2歳以下の子どもさんには結構見られるので、保育園とかね、注意しましょうね。えー、これが一番 <laughs> 苦しいし、うつるし、まあ、受診すると大体入院対応になっちゃうんでね、ロタはですね。 で、またこれが、ほとんどが、まあ、あの、2歳以下のお子さんなんですけど、稀に成人に感染します。で、成人が出るとものすごく辛いです。で、まあ、ロタウイルスの特徴っていうのは、うん、ロタは入院になりますね、大体ですね。うん。はい。えっ、ー、と、まあ、あの、ほぼほぼよほど拒否しない限りは入院ですよ。チャージャーさん。ロタって。うん。で、えっ、ー、とですね、 うんまあ、あの、ロタウイルスっていうのは、あの、まあ、ロタリ、まあ、生ワクチンですよね。えっ、ー、と、まあ、あの、一応予防接種というか、こう、生ワクチンを飲むという予防法がありまして、あの、まあ、それをですね、まあ、あの、まあ、まあワクチンを使っていれば、かなりなんですね、あの、 罹患率が下が下るんですけれどもただ、この病気って、あの、他のね、感染症って結構、その、発展途上国の方が多かったりとかするんですけれども、この病気に関してはあんま変わらないんですよ、先進国もね、えー、発展途上国も。ね、なんで、まあ、あのー、一番のもう、予防法は、もう、あれです。えー ロータウイルス予防接種。うん。えっ、ー、とね、年齢的にはまあ生後、まあこれはちょっと適正週のね、まあ、一覧表を見てほしいんですけど、まあ生後6か月からあ、6週から24週、えー、ですね、えー、4回。で、まあ5日の場合は、まあちょっと、えー、違いますんで、まあその辺をですね、えー 適種スケジュール表の方をちょっと確認してですね、えー、2歳までに、まあ、よく産後ローターウイルスなんて言い方をしますけどね、えー、そうです、えー、かかってしまうと治療法は、うん、ないです、対症療法のみです。はいでまあ、どんな対症療法をするかっていうと、まあ、腸炎を起こしてますから、うん、なるべくその腸に負担をかけないようにということで、えー まず、禁食。禁、うん、食になります。それから、えー、ね。まあ、筋、まあ、飲食かな。だから最初、水もね、えー、いかないんで、あのー、点滴だけで、えー、栄養の方をいって、あのー、完全にこうね、筋、あのー、を消化管から出し切るような形のね、治療法を取っていくような感じになります。はい。 ですからまあ、ね、あのこの時期はんあの保育園の、ねあのー、ちびっ子たちは、えーまあそ,うね、その辺を、ね、一番気をつけていただくこととあとは、ですね、んそ,うだなまあ、その他はやっぱり一番注意しなきゃいけないのは、まあ、プール熱ですね。はい、そう子供からしたら本当何が何だか分からないですからね。はい うん、あ、滝さん、そうですよね、うん。病院だとご飯食べないから点滴してた。うん、まあ、そうですね。多分入院対応するっていう場合はね。うん、うん、そう、腸閉塞の方が辛いと思いますけど、うん、あのー、うん、結構辛いです。はい。 そうですね。はい。まあ、一応ね、それが今、一番注意しなければいけない、えー、と、まあえー、今、私4つ申し上げましたけど、えー、ね、2歳以下の子はロタウイルス感染症。で、えー、まあ、3月からね、えー、1回減少するんですけど、4月が始まると、ですね、あの、ちょこっと増えるんです、インフルエンザがまた、ボーンと。はい。うーん で、あ、ま、と、圧倒的に増えてくるのが、溶連菌感染症。それから、咽頭結膜熱。えー、これ、えー、別名、プール熱ですね、うん。が増えてくるというのだけ、えー、とこの時期は、覚えておいてください。うん、で、えー、それと、それを予防するのは、なんでしょうというね、質問です、まあ。ワクチンもちろんですよ。ただ、この中には、その、ロタウイルス、インフルエンザはワクチンありますけど、溶、え、連、ー、菌であるとか、 プールははワクチンはないんですねじゃあどうやって予防していくんだろうっていう話なんですけれどもこれはですね衛生的な手洗いをするというですねもうこう非常に身近でですねもうこれ以上の最強のものはないというですね予防法なんですねうん、なんで手洗いをするとそもそも、えー、予防がこう よくできるかっていうとあのー、手って意外とこう口元に持っていくんですよ普段うんあのー、意外とこう手を口元に持っていって例えばこうねこう考える人になってみたりとかねあとこうそうですねまあいろいろなもう,こうポーズを想定していただくと意外とこう口元にえー 手を持っていくってていいく非常に、ね、多いのでそれを手にも口を持ってた時にね、まあ、食事も含めてですけど手にやはり、まあ、付着していると非常に感染のリスク高いわけですよ。ですから今渡辺さん書いていただいてますけど、まあ、イソジンせっでゴシゴシやるというのは間違いないんですけど、まあ、それだともう NICU レベルなんで、うん、そこまではねしなくていいとは思うんですけれども。あのー 私、あの、ボットのツイートで、あの、結構ね、あの、しつこいぐらい、あの、連続して投稿して公開してるので、あの、あの、花王さんがね、作った手洗い歌っていうのがあるんですけど、あれをね、あの、共有させていただいてますんで、あれを、あの、参考にしていただいてですね、あの、お願い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 、カメさん、カメさん、カメさん、カメさ,さんってやつですね。うん。あれを、 こうね、しっかりやっていただいてあれ慣れてくるとね結構早くなるんですよ癖つくとねうんですからあのー、まああの手洗いを徹底していただくとこの時期は非常に感染症というものを、えー、防ぐことね、まあ、あの最小限の感染をねにするってことができますんで非常にこう手洗いはあの非常に大事ですはいなのでねあのー、ただねこうお水パッと濡らしてねこうシャシャってやるだけだとね うん、あそうですね。小学校とか中学校は水道の前によく紙貼ってありますよね、うん。でもこれが大人になるとね、トイレに行って洗面台のところでこうちょっと手当ててね、こうサッと去っていくっていうね。うん、もったいないなっていうね、せっかくこう流しがついてるのにそこはね、ちゃんとこう手洗ってほしいなって思うところではありますよね。うんはい、で、最近ね、あのー、東京メトロさんとかはね、ちゃんと、あのー、ポンプ式の。 こうね、洗剤をこうきちんとつけてくれてるんで、まあ、あとはまあ,あれですよね、意外とこう最近は石鹸もちゃんとつけていただいているところもあるので、うん、そうですね、ケ <laughs> イさん、そうです、フィンガーポットみたいな感じですよね、うん、手洗いがね、あれじゃだめですよね、フィンガーポットじゃんね、うん、フィンガーボールね、うんはい、そうですね、あ、タキさん、そう、手洗いは大事ですよ、本当、うん。 感染症のね、まあ、こう予防をお話しする上で一番大事なのはやっぱり衛生的な手洗いがね、一番重要ですからね、まずここをですね、こうあの私は力を入れてですね、えー、ちょっとお伝えしたかったなというのはあります。はいうん、本当手洗いってね、全然違うんですよ。あのたまにこう、あの、まあ 看護部とかでこうねあのイベントをやってて、えー、やってますけどこう手洗いをしてえー、こうまあ何て言うのかな発酵発色剤っていうのかなをこう手につけてもらってそれを落とすために手洗いをしてもらうんですよ、うん、でこうまたねこう紫外線ランプの下に手を入れていただいて洗い残しがこんなにありますよっていうのをやってもらうイベントたまにやってる時があるんですけどまあそうすると皆さんね だいたいほとんど手が洗えてないんですよ <laughs> うんところがあのねあのカオさんが作っていただいたあのー、お願い手洗いをでねきちんとこうまあ無理なく手洗いをするとだいたいの方がねこう親指の先っぽの爪にね、えー、汚れが残りますんでこう結構ねあのー、絞るときにこう 親指をグッグッと洗うときに、指先をですね、あのグッと絞めていただくと、えー、結構きれいな手洗いができます。あにじるさん、こんばんは。お茶ありがとうございます。あいらっしゃいませ。はい、うん。というのがありますね。で、まあ、今までのがですね、まあ、4月に注意してほしいさん、えー、とかん感染症え、ロッタウイルス感染症、インフルエンザ、それから溶連菌感染症、イントーン 咽頭結膜熱ですね。すみません。咽頭結膜熱。まあ、はプルレスですね。うんの,えー、の感染症ですね、えー。これがこの入学シーズンに一番、えー、注意してほしい、えー、感染症です、はい。あとはですね、あの新学期ってあのものすごい緊張するじゃないですか。まあ、新学期に限らないですけれども、あの新しいところに行ったりとか、 新しいクラスに行ったりとかしてですね。あ、そうですよね、日さん、指輪の周りとかもですね、これ、指輪たまるんですよ、結構。うん、だなんでね、あの私とか、指輪全然してないんですけどね。えっ、ーえー、と、あ、陰形結膜熱。うん、女の子には関係ない。まあ、そうですね。あ、そう こうある意味、毎朝の話じゃないですかね。えーうん、そうですね、清さん、確かにまだインフルエンザの人いますよ。うんまあ、数はね、もうだいぶ少なくなってきましたけど、一回ね、こう3月で落ちるんですよ、ガーンと。ところが、この新学期始まって、ドーンと上がっていくんで、で、またシューッと落ちます。<laughs> はい、うん。あ、七七先生、こんばんは。ハイスクール記念組の実写化で、CG なしで、 ワンテイクを取りんワンテイク取りをオーケーをもらったという先生がいると。あ,あんたこ、いや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 。<laughs> 出て2週に、ね。延期ープだったけど。<laughs> ハイスクール記念組出て2週 <laughs>、うん。うん。そうですね。はい。チ、え、ャーチャさん、冗談ですけど、そうですね。本当にあったら怖い話ですね。うん。久々に学校に行くときとか、研究しますかやっぱり。そうですよね。うん あ教室行くと緊張しますあね、あのー、この時期なんでね、あのー、まあ、あのー、こんな場合,場合もあるんで、あのー、周りはね、そんなにびっくりしないで、あーのー、まあね、緊張とか不安でですね、起きる、まあ、えっ、ー、と、ちょっと予告には書かせていただきましたけど、まあ、周期性嘔吐症とかっていうもので、こう、突然ね、 気持ち悪くなったりとか、まあ、吐き気がっていう状態が多いんですけども、まあ、本当に吐いてしまったりとかね、うん、それから、あのーまあ、緊張してお腹が痛いとかね、まああのー、私なんか、まあその口なんですよ、緊張とかこう精神的に来るとすぐお腹が痛くなっちゃってね、うん、だからいつもお腹痛い感じなんですけれども、はい。あっ、七先生、コンティニュー、今夜ありがとうございます。 もう本当に未知なことばっかり言ってながら <laughs>、うん。<laughs> こら <laughs> うん。えっ、ー、と、それでですね、まあ、あのー、いろいろですね、やっぱり新学期はですね、あのー、お子さんも緊張します。で、生徒さん、生徒さんとかね、まあ、本当、まあ、乳幼児、みんな新しいところ行くと緊張するんですよ。大小ね。 で、あのー、予告にも書かせていただきましたけど、やっぱりこうね、あの10人いれば10通り、50人いれば50通り、100人いれば100通りの、えー、やっぱりその反応がありますんで、あのー、え、嘘そんなことあるのとかっていうふうに思わないで、やはり、あ緊張してるんだなって、とりあえずその周りで、あのー、落ち着かせてあげられる人になってあげてください。うん で、あのー、やはり例えばこの先ほど、ね、あのお伝えした周期性凹凸症とかは凹凸、あのー、物には素手では触れないでください、うん、これはちょっと気をつけましょうあとそれから、えー、転倒とかして出血なんかした時は、えー、出血した部位をこれまた素手で触るのは注意しましょう、あのー、してはいけません、あのー、必ず、えー、手袋ビニールの手袋をしていただく うん、それから凹凸物を処理するときはマスクをしていただいてビニール袋を使う。うん、これはもう絶対にですねやってください、うんあのー。別に何もなければいいんですよ。ただ、あのー、万が一例えばその方がね、あのー、ノロウイルスで吐いてしまってるとかですね。はい。うん <laughs> あっ <laughs> 確かに。あ奈良先生ね。はい。うん。そうです、そうです。今、今はね。うん。あれですね。そうです、そうです。うん。あのー、今はね、ちょっとグローブ変わりましたんでね。うん。 あのまあ、以前に使ってたみたいなビニールのグローブじゃなくて、今ね、ちょっとこう、えー、と多分色のついたグローブを使っているのを見ることが多いと思うんですけれども、よりこうね、安全性とまあ耐久性というか、まあ、使い捨てなんですけどね、あの切れたりとかしないような、最近はあの手袋のしてで、で保護してですね、医療現場であるなどでは使っています。はいう まあ基本的にはね、あのディスポって言ってやはり使い捨てのものを現場では今使ってますんで、二次感染するとかではないんですけども、まあ、ただ、かといってね、えー、とそれが例えば学校だとか、えー、職場だとか、そういうとこにあるとは限らないですし、えー、先生とかもね、いるかいないかって分かんないですから、 あのそういう時は、出袋とかもしなかったら、えー、とその辺にある破けてないビニール袋あるじゃないですか。あれをこう手にパッと覆ってです,覆ってですねで、なるべくこうマスク、うん、マスクなかったらこうタオルでもなんでもいいですよ、口に巻いて。うん、それでこう処理して、で必ず、えー、そのオート処理したものは、えー、袋に密閉をして、入れて、必ず中のものが外に出ないようにして、廃棄するというのが。 えー,ね、オート物の、はい、排気の基本的な手順なので、えー、それはですね、ちょっと頭の中に入れておいてください。うんあのー、血液のね付着物に関しても、血液部分ですね、汚染、汚染物なんて言いたい方しますけども、感染、感染物、感染汚染物なんて言い方もしますけども、うん、そうですね、はい。 あ、そそそううう、キュウさん OK ですよ。100円の掃除用のね、売られてるペラペラの手,あの手袋とかで全然 OK ですよ。はい。うん。そう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 。色ついたお布も使ったら廃棄ですよ。うん。<laughs> いや、それ、それじゃない。<laughs> それじゃない。<laughs> もう。 ナナ先生はもう茶々を入れますな。うん、えっ、ー、とそう固めるの売られてますよ。えっ、ー、とまあ、商品名いろいろあるんですけど、あのー、私がよくご紹介しているあのゲロポンというですね、えー、商品名で、まあ、瞬間的にこうオー物を固まらせて、えっ、ー、とその入ってる箱自体がちりとりになるっていうものがありますね。はい。うん。 まあ職場とかね、うんえー、学校とかにね、うん、2個置いていただくと、まあ、使用期限があるんで、ちょっと永久的に使えるわけではないんですけれども、まあ、あのいいかなと思います、あのー。普通にですね、よ、え、く、ーあのー、事業所が使われてる、えー、とアスクルとか、うん、ああいうので買えますんで、 あのぜひですねこう、職場の管理者の方とか、まあ、そういう備品の発注の方にちょっとご相談いただいてね、あの1個用意していただけるといいかなと思います。で、まあ、学校とかではね、あのーまあ、各教室に1個ぐらいあれば大丈夫だと思うんですけどね、うまあ、教室1個じゃなくてもね、まあまあ、教室の間に1個ぐらいとか、まあ、そんなにこう常に履かないですからね。えー あ滝さんまた座位どうですか座った方がいいんじゃないですかねはい。うん、あそうですね。はいはい。そうですね。昨日おっしゃってましたよね。なんか、期、え、限、ー、の切れた止血ガーゼとかね、ロキソニンとかね、使っちゃダメですよっていう話ね、あのカズズ先生がですね、してましたんでね。はいうん で、あのー、そう、結構ね、その、オートとか以外に、その、まあ、ちょっと、えー、告知文には今書かせていただきましたけれども、例えば、過呼吸だとか、えー、まあね、あと、緊張しすぎて倒れちゃったりとか、まあ、いろんなこと、本当起きます。うん。なので、あのー、もうそんな時は、あのー、周りはね、キャーとか、びっくりしないで、あ大丈夫だよ、ってね、うん、大丈夫だよ、大丈夫、うん、大丈夫じゃなくてね、 あ、大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってあげてください。うん。あのー、そうすることでね、あの本人だいぶ落ち着きますから。あの、周りがね、大丈夫って聞いてもね、あの本人ね、倒れてますから、あの大丈夫なはずないんで、え大丈夫って聞いても、大丈夫って言っても大丈夫じゃないですからね、それ。あの倒れてますからもうえ。全然大丈夫じゃないです。はい。なんで、あの大丈夫って声をかけないで、 大丈夫だよっていう風にね、うん、声かけてあげて、うん、そうですね、はい、えー、そうですね、サチュレーションね、パルスをキし、レーター、指にクリックするですね、指挟むやつだけですね、それでまあ,あの、血液中の酸素濃度、これね、あの100がね、満点なんですけど、100ってありえないんで、だいたいまあ100に近い数字なんですよね、うん、それでまあ、測れます。はい ただ、全、う、速ん、息の場合は、それでね、結構、まあ、いいんですけれども。うーん、七七先生、どうですかねうん、そうそうそう。あ、タブレットの入ったら便利ですよね。はいはいはい、本当出た方、ねね一般向けにあ,れあるといいんですけどね。ラスカル、大丈夫ドクターラスカル。いや、だめや。<laughs> あかんわ、これ。 <laughs> その、そのハサミ何よ、そのハサミ <laughs>。ザリガニじゃないんだから俺。しかもなんで、なんで、なんでハサミついてて、下になんかついてんの、これなんか。俺のチンチン取りに行くじゃないから。<laughs> まったくもう <laughs>、うん。いや、大丈夫ですよ。測って100あります、あります、あります。普通にあります、あります、あります。はい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 。うんうん そうですね。まあ、あのまあ、そんな大きなもんじゃないんで、うん、あの結構持ってたりします。はいうん、あ保健室とかは、ね、置いてあるところありますよね。はいうん、まあ別にあの血圧と、ね、あの同じような、血圧測るあの機械と同じようなもんですから、まあ、次元的にはですね。はい。うん でも、滝さん、大丈夫って聞かれたら、大丈夫って答えるしか答えなくなっちゃうじゃないですか、だって。だからね、あの、大丈夫だよって言ってあげた方がいいんですよ。あの、所詮もうその場でできる処置って言ったら、もうあんまないですから、大して。もう、落ち着けてあげること。もう、これ一番まず。うん。そう。うん。あ、そうですよ。95から100は成長ですよ。はい。チャージャーさんね。まあ、ただね、ちょっとそれは厳しい数値かな。 95から100は。うん。若干厳しめの数字。うんですね。まあ、そうだね。90から100ぐらいかな。うん。甘くして。え甘くしてっていう、甘くしてって言い方がいいんですけど。うん。こんな感じですかね。まあ、100点満点が一番いいですけどね。うん。SPO2 はね。はい。うん。 そうです、ねうん、あの奈良先生、今書いていただいてますけど、まあ、100は酸素吸入にしているときで、通常はだいたい95から98%、うんまあ、これが、まあ、あの普通の数値です。うん、ただ、あのー、例えばね、その何かいろいろな理由はあるんですけれども、あのー、血中酸素量っていうのはなんか結構変化しますから、うんあのーまあ、別に 90, 90下回るとちょっと。 ちょっと,ょっと気をつけならびっくりしなきゃいけないですけど、あとは別に大丈夫だと思いますね。はい。そうですね。P11% 以上やれば、うんそう、そうですね。測ると25%あるときもありますってことね。はいはい。まあ、その辺は大丈夫ですね。はい。うん。まあ、あのー、なのでね。えー こう本当予想外のねことが結構起きるのが新学期のこの時期なのでまああのー、今日は結構例えばねその入学式とかまああのー、新学期でしたからねオリエンテーションとかねまあそれから、まあ、そういう儀式とかで終わってしまってるかもしれないんですけれどもあ滝さんそのくらいなら大丈夫大丈夫、うんうんうん、でもちょっと苦しかったらねちゃんとそれはあのー、受診してくださいね。 はいうん、でまああのー、そういろんなのが出てきますほんとこの時期えっ、ー、と不安で学校にね行きたくないとか学校に行くってなっただけでこうおお腹が痛くなったりとか頭が痛くなったりとかもう呼吸などもいろんなのが出てきますもうそれこそこうなんていうのかなあのーえー、いろんな身体症状が出てきたりとかまあもういろいろ。 うん、出てきますんで、はい。あの、それは、もう、ちゃんと、あのー、仮病でも何でもないので、もう、受け止めてあげ,げてください。はい。うん。虹郎さん、94で仕事したときは辛かったですあ。ちょっと辛いかもしれないですよね。うん、人によると思うんですよね。あのー、確かに100点満点なんですけども、大体、その、先ほど、あの、七瀬先生もおっしゃっていただいたようで、95から98がね、正常値なんで、その辺、ちょっと個人差あります。はい。 うん、そうですね。まあ、瀧さん、そう、瀧さんなんかはね、90前半でいつもね、生活できている方なんでね。はい。うん、うん、うん。うん、瀧さんはそうですよね。あ、七木先生ね、滝さんはそうですよ。全息持ちか、まあ、喘息持ちだとね、えーと、ちょっとね、心臓の疾患がありますんで、だいぶ、だいたい問題ない値だと私は判断しています。はい。うん。です <laughs> ね。 はい、なんでね、あのー、ちょっとまあそんな時期なんでただまあそういうこともあるんだよってことをねこうまああのー、親御さんもですねそれからまあ生徒さん本人も、えー、それからまあ教職員の方もねこう理解した上でね、あのー、いろいろ。 こうまあ、一気に、ね、こう心拍が上がったりとか血圧が上昇したりとか、まあ、極度の緊張状態とかでも,、ね、もうこう自律神経がうわーとかも,もういろいろありえないことが起きることはありますんでそれに対してこうあまり周りがびっくりしないで冷静に対応しましょうというね、えー、まあ構えとけばね あの結構そういうことが起きて、緊張してんだなっていうふうにね、こう思えるんでね、はい、うん、いいと思います、うん。あの、やっぱり逆に周りがこう、さいじゃう、ピャーとかこうびっくりしちゃうと、本人が一番こう、あどうしようってなっちゃうんで、 そこはちょっとこう一番ね、あのー、気遣ってあげた方がいいのかなと思います。特に過呼吸を起こしてるときとかですね、大丈夫大丈夫なんて言っちゃうと、余計こう、そう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 、あのー、本人ね、もう、なんていうの、こう、もう、なんてうのかな、もう、抜いた刀が戻せないみたいな感じになっちゃいますんで、もうなんか止めたいんだけど止まらないみたいな感じになっちゃうんですよ。えっ、ー、と、小さい頃とかないですかね、こう、泣いてて、 自分はもう泣きやみたいんだけど、なかなかこう泣きやめないような時とかって経験ないですかね、えー、そういうのがあると、まあちょっと理解しやすいかなとは思うんですね。あかっ、カカ、こんばんは、お待ちしておりました。いつもありがとうございます。はい。えっ、ー、と、そうですね、まあそういういろいろなね、うん、こう、まあ、血圧もあるし、自律神経もあるし、それから精神的なね、 いろいろな、こう、負担もたくさん出てきますからね。はい。あのー、この時期は本当に、うん。うん、本当ね。うん。あのー、いろんなこと起きます。ね。で、あと、まあ、学校によっては、こう、ね、いろいろ行事もね、目白押しであると思うんですよ。初めて会った人と、こう、初めてのね、こう、いろいろ団体行動したりとかしますから。 色々起きますんで、ね、あのー、そういうのほ、うんとにあのー、周りでびっくりしないでこう周りでこう落ち着けてあげるような感じでこうね努力してあげられたらいいなってこう重ねてですね、えー、ちょっとお願いできたらなとは思いますはいあそうですね滝さんね、うん、七瀬先生がえー いいアドバイスをいただいてて。はい。さすがですね、七石先生ね。えー、七石先生、あれですよね。あの、基本的に、あの、なんていうんですかね、こう、ツッコミボケで、変態ですけど、やっぱりあれですね、あの、医者魂が、やっぱ、素晴らしいですね。えー、本当に、えー、すごいですよ、やっぱり。的確ですしね、さすがだなと思います。 七瀬先生ちょっと頭触ります。えああ普段はもう私にね、こう下ネタばっかりぶっこいてますけどね、えー、もうさすがだと思いますよ。はいうん、<laughs> えっとね、まあ、そうですね、まあ、あの新学期って本当、本当ね、これちょっと今私、あのー、ネット見てます。はい えー、色のついた五も使い、塩後は廃棄。そして抜いた刀は、えー、振り抜けといって、何言なてんの <laughs> <laughs> 七<瀬>先生 <laughs>、うん。<laughs> 言ってねえからな、お供。<laughs> ああ、たくさん胸痛い <laughs>、うん。そうだよねー。鶏肉でさっきから笑ってる。ああ、はい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 。さっきのですね。<laughs> 本当、七七先生、あれですよ。ぶっ込みすぎですよ、本当。うん、<laughs> はい。こんな感じですかね。うんあとはあの、学校以外でもですね、結構起きます。えっ、ー、と、例えばですね、えー、新しく通い始めたですね、学習塾。まあ、それから、アルバイトなんか始めたアルバイト先、うん。まあ、そういうとこでもですね、まあ、そういうものが起きますから、緊張性のものがですね。あのー そういうい時はあのーまあ、臨機応変に周りがなるべくねこうびっくりしないように安心をさせてあげるようなねやっぱり言葉をかけてあげてでまああのね様子,見様子見ながらもこうあちょっとまずいなと思ったら、えー、救急車を呼んでいただいたりとかね、あのー、した方が いいかなと思います。ただ、大体の場合はねあの、少し休んでるとよくなるんですけどね。<laughs> はい。うんただ、心配な場合はうん、受診されてもいいのかなとは思いますけれど、あのとりあえず、周りが落ち着きましょう。意外とそれであの平常に戻ったりしますから。<laughs> はいうん。ね、周りがびっくりしちゃうとね、結構本人びっくりしちゃうんですよ。うんいや チャーャーーさんあのー、時と場合によると思いますが、ほとんど必要ないと思いますね。うん。私は。うん。はい。だから、七七先生もうその鶏肉やめようよ。なんかもうそれも見ると、なんかもう、うん、なんか卑猥に見えちゃうんだよなぁ。七七先生もう、ま、いいや。<laughs> そうですね。はい。うん。わ <laughs> かった、もう。<laughs> チャージャーさんまで乗ってきた乗ってきた、うん、ほらタキさんが息,息しにくいって言ってますよもうそんなことばっかり言ってるからもう私のイラストにそののザリガニみたいなハサミつけてこのチンコのところに鶏肉つけるのやめてくれませんかねもう本当にもう <laughs>、うん、なんかこうなんか自分でやりそうな姿勢で怖いなうん そうですね。はい。まあ、あのー、でね、まあ、ですから、まあ、あのー、この時期は、本当に、まあ、あのー、よく寝ましょう、皆さん。うん。あの、早寝早起き、すごく大事です。うん。疲れますから、とにかく疲れます。はい。なんでね、えー、早寝起き早起きをしてね、えー、緊張とか不安とかが極力出ないように。 まあ自律神経、ね、副交感神経とかこう乱れとかね、なるべく少なくなるようにですね、えー、するようにしてください。あと、まあ、あのこんな時期ですから、あのー、家でですね、えーまあ、なるべくリラックスをですね、えー、させてあげて、うんまああのーまあ、進学したばっかりの子に関しては、ダラダラしててもいいと思うんですよ。うん そうあの新しい環境になれるまではね、家でリラックスをさせてあげてもいいと思います。はい、あとはの、は学校であった、ね、話とかをですね、まああのー、年代の子によっては、まあ、あまり話をしようとしないかもしれないですけれども、うん、なるべくこう、ね、聞くようにしてあげて、うんあのー、その方がいいと思います。まあ、あとは、まあ、いろいろですね、あのー、心配でしょうけれども、あんまりこう、 質問責めとかしない方がい,いです、ね、うが、ん、例えばあの、まあ私なんかも聞いちゃうんですけども、学校どうとか、うん、担任の先生、新しい担任の先生どうとか、 友達できたとか、まあ、あんまりね、聞くとね、なんかそれがこう、ストレスの原因になる子もいるみたいなんでね、まあ、その辺もちょっとやりすぎないように注意しましょう。まあ、あの、親心としてはね、非常に心配なんでね、聞いちゃうんですけど、あの、逆にそれがこう、ストレスになっちゃう子なんかもいますんでね。はい。うん。まあ、あの、なんていうのかな、まあ、親にとってもすごくね、こう、あのー、心配なんですけども、 意外とその、なんていうのかな、親にとって、こう、些細な悩みが子供にとって結構大きな悩みだったりする時があるんで、やっぱまあ、あのこの時期はね、特に、あのー、まあ、安心感をですね、あのー、まあ新入、新入生ですね、特にね、まあまあ、こう、与えてあげた方がいいかなと思います。ただ、まあ、これをね、こう、クリアすることが、まあ、一つの成長のき、きまあ、あのチャンスでもありますから、うん。 まあ、見守っていただいてですね、まあ、そういったものをこうクリアしていくことで、まあ、こう一歩一歩ね、あの成長していきますからね、うんあのーまあ、そういうところをですね、こう理解してあげて、えーまあ、なんていうのかな、まあ、新学期でこう慣れていっていってくれればなと思います。はい。カ、う、カ、んうん、のおっしゃる通りですよ、うん、ほっといても子どもは育つけど、放置しすぎはダメで。 うん、そして過保護はもっとよくないですからね。はい。うん。あ、チャイズさん、お帰りなさい。あ、戻りましたってことはあれですか。ずっと、あのー、あれですかね。あのー、横隔膜のね、痙攣されてたということでね。えあ大変でしたね。本当ね、えー。お察しいたします。はい。えー、七瀬先生、あれですからね。もう、あのー、もう、ぶっ込みがすごいんで。えー あのー、もう完全にはまっちゃうと、あのー、私もこうちょっとトークしてられないぐらい面白いですからね。えー、ああ、そうですか、チャジャーさん。あ良よかったですね。ほんとね。横、えー、隔膜が外れてしゃっくりが止まらない。外れやしね、外れやしね。痙攣するだけでだ、ね。なんで横隔膜が外れるって言うのなんだそれは。<laughs> わけわからないですね。はい。う あそれからね、あと、あのー、頭痛とか動悸とかめまいなんていうのもありますから。うん、そう、あのもう本当に、うんねえー、そうですね。あ女性的目線でずっと続けている本質って、いつまでも血の見て意識があるのかもしれない。まあ、そうですね。うん、確かに、そういうのありますね。うん まあ、ただ、あのー、やはりこう、あのー、一番ね、うん、ここで何て言うのかな、私がこうお話ししたいのはあのー、やっぱりこら緊張することを、えー、緊張が表に出ないこと、あのーね、緊張しすぎてそういういろいろな症状が出てしまうこと。 本当に緊張してない人っているわけですよ。うん。あ、私なんかもうも,うものすごいバクバクに緊張するんですけど、誰も緊張してるって気づいてくれないタイプなんですよね。うん。ですけど私もね、結構緊張してて、こうね、声がわずったりとかね、もうたまにあるんですよ。うん。だからね、はい。 チャイジャイさんおっしゃる通りで本当に鈍感な方もいらっしゃいますんでね <laughs>、はい。まあそれはちょっとまあですけど、うん、私もどちらかというとあがり症なので、えーあのうん、気持ちはわかるかな。 というなんでまあこの時期はねまあそういうことが多発する時期なのですいませんこれちょっと一日早くもう一日早くやっとけばよかったなと思ったんですけれどもまあちょっとそんなのをですね、えー、話題にちょっと今日はお話の方をしております、うん、そうですねまあこうもっとしっかり見る思いやりを持った社会経済をやりたいですね、うん、全くっかのおっしゃる通りですね はい、私もそう思います、はい、うんなかなかねこう私どものねこう昭和の世代というのはどうしてもこう全体主義というのが非常に強くてですねう まあそれはもう繰り返してはいけないなって私はもちろんいいところからあるんですよ全体主義のね、うん、だけどあのー、負の部分もね結構ありますからねあのー、やっぱりいいものはきちんとこう引きずこうとで悪いものはなるべく変えていこう、ねあのー、昔こうタイムライン見てたらねいい言葉私見つけたことがありましてえっ、ー、とね変えられるものは変えていこう えー、変えられないものは受け入れようっていう言葉がありましてね。はい。うん。うん。そうですね。まあ、あのー、閣下のおっしゃる通りで、そうですね。こう尊重した上での共同主義っていうのがね、ねえ、縁ちゃうかっていうのは確かにそう思いますね。はい。ああ、滝さん、そうなんですね。息吐くとき、すごく胸が痛くなるんですね。 なるほど。大丈夫ですかね。うん。あ、確かにね、学科のおっしゃる通り、この尊重しすぎもまたこれは問題ですね。うん。たこね、あのー、私ね、よくあのー、まあ、お年寄りなんで、結構ほら、周りがこうね、あのー、男女のお付き合いを始めたりとかね、えー、結婚したりとか、若者たちがするじゃないですか。 そういう時にね、言うことがね、あのー、夫婦が、えー、仲良く続く秘訣はね、お互い、えー、譲り合い、いたわり合い、えー、思い合い、思いやりなんてよくね、その3つ言ってますよ。うん <laughs> まあ、そんなお前がどうなんだ今って言われると、うん言葉を失っちゃいますけどね。まあでも 実際そうだと思いますよね、3つのね。うん、でちなみに、えー、これもあの私の兄からの受け入れでございます。え全く私の言葉ではございません。えーはいうん、ただね、まああのー、そういうもんじゃないかなとは思います。はいうん、意外とね、あのー、そういうのはね。 はい。息吐くときぐらい痛いから息したくない。そうは言ってもなうん。隣人を愛そうぜ。うん、そうですね。うん、本当ですよね、うん。確かにそれがね、本当根本かもしれないですね。はい。七ス先生、何すかその月刊ラスカルを作ろう、創刊後。<laughs> ドクターラスカルの日は暴露と付属するパーツで、ダラスから先生の生態を 戦でもええわ。しかも、ハサミていらんわ、あんなもん。<laughs> 全くもう <laughs>。ほんとね、たくさんね、ちょっと受信しましょう、やっぱりね。うーんまあ、まあ、ほんと分かんないでしょ正直言って、ここね、ネット上でも、ネットだとね、分かんないんで、まあ、受信してね、調にとかうん、ちょっとして音聞かせてもらわないと分かんなかったりしますからね。はい。カッカ買わなくていいですから。<laughs> もう初回は半額とか、うん、聴診器めっちゃお得になるじゃないですか、そしたらもう。たっけよな、でもな、聴診器もな、1個3万かな。た、う、き、ん、さん、病院は嫌だけど、うん、あのね、病院で、あ,あ、ね、まあ、病院でね、こうあの綺麗な看護師さんが1人いると、もうそれだけでも病院行きたくなりますから。うん もうね、タイプの好みの看護師さんを一人こうね、えー、もう誰でもいいや、うん。そう、うん。いや、あのー、私ねちょ、いろいろ使ってるんですよ、超新機。あのーえー、でも,まあもちろんあの、新生児用の小さ、ね、ちちいのを。うん そうそうそう、そう使ってますけど、うん、そリットマンのやつね、もう使いますけど、あとね、それよりちょっと一回り大きい承認用というのがあるんですね。そう、それも使えますし、あと成人用のタイプもあるんで、リットマンだけでまず 3, 3タイプ <laughs> 使ってんですよ。うん。そう。で、あとは、あのウ、ー、ェルチアレンっていう、うん、あのー、タイプの昇進機使ってまして、これあの循環器用にですね、うん あの開発されているものなので、ちょっと真鍮性なんですよね、一部ね。うん、で非常にこう、ちょっとあの循環器領域の音に関しては非常に聞きやすいんですよ。うん、で、その循環器のちょっとね、方をこうきっちり聞きたいときは、ちょっとウェルチアレンの、えー、調子域を私は使っております。うん、はい、うん。というか、今はほとんどウェルチアレンってやってるかな。うん。ですね。 まああのー、リットマンの方もね、そろそろこう、ちょっと私ウェルチャレンに変えようかななんて思ってて、今ちょっと、ちょっと購入したところですね。うん。うん、七瀬先生、私は結構好きかな。うん、ダブルヘッド。うん。そう。あんま圧倒的にでもあれですよね、使いづらいってい先生多いですよね、ダブルヘッドね。うん。 私は結構好き。うん。そう。だってあの、あれですもん。ウェルチアレンーを使ってるのがトリプルヘッドですもん。うん。そう。あれは結構好きですよ。うん。音を取りやすいし。うん。そう。 あのー、特にこうね、なんていうのかな、細かい音取りやすいんですよね、ウェルチアーレンってねはい。そうですね、左胸痛いってか。 ど,れかなどのやったりですかね、滝さんね。うんちゃんと本当、受診してくださいよ。本当,本当に、うん、そんな無理しないで、あのお兄さんとかともね、こう相談しながら、お兄さんもいろいろ持ってるでしょうからね。はい。あ小牧さん、こんばんは。はい、えー。今日も病院はしご。あ、はい随分頑張りましたね。はい。<laughs> 月刊 <laughs> ドクターラスカル。いや、ラスカルのぬいぐるみはつけられないですよ。これ、あの、日本アニメーションさんに怒られちゃいますからね。<laughs> うーんー、似合、ね、うせいで5回お願いします。<laughs> 10年ほど人間ドクでしか使われたことないようなあ。うん。まあね、最近使わない先生もいるみたいですけど、私は絶対使うかな。うん。あのね、正直言って関係なくても音は聞いとく。 うん腹の音とかね、お腹の音とかね、まあ、腸管の動きですよね。あと、それから、まあ、当然、肺胞呼吸音、えーね、音ですね。はい。あの、心音ですね。うん。たき <laughs> さん、それでいいんですよ。それがね、お兄さんの愛ですからね。はーい。うーん そうですね。うん、まあ今日はそういうことで、まああのー、すいません、前半の方を聞いてない方も後で録音を聞いていただけると大変ありがたいんですが、まああのー、新学期にですね、起こりがちな、まず最初の前半のコーナーでは、えー、感染症のお話、4つですね、お話しさせていただきました。それから、えー、後半はですね、まあ、あのー、新学期にですね、お子さんが緊張とか不安で起こす、えー、吐き気だとか、 えー、腹痛、動機めまい、うんまあそういうのですねあるんですよっていうことで、えー、だからいきなり倒れたりとかいきなりこう落とし出したりとかしてもね全然周りでねこう騒がないでね、うん、大丈夫だよ、うん、大丈夫大丈夫落ち着いてね大丈夫だからねっていうふうにこう落ち着けてあげられるような感じになってあげてくださいはいあかか、パイパンあパイパン うん、はい、そうですね、うん。そうですね。あ、神奈川の線路に立ち入ってわけわかんないこと言ってる。あはは <laughs> 確かにね、あの方はパトカーでよかったんじゃないかなと思いますね。<laughs> 今朝なんか大変だったみたいですね、小田急線ね。うん、そう、あの、結構来なくて、で、大変だったって言ってました。 うん、で、なんか、あの、必要もないのに行っちゃうアホもいましたしね。えー、あ、相鉄さん、それで運転見合わせしたんだ。あ、小田急の影響かな。あら、うん。そうですね。相鉄ってね、結構私好きなんですよね、あそこね。地味な線ですけどね。相鉄って面白いんですよね。はーい。<laughs> あそうですね。地域はね。まあね。でもまあ、あの辺分かりにくいですよ、チャージャーさん。だって、どこの線使ってても分かる。だって、山と一箇所にしたって、だって、どっちだって行けるじゃないですかね。ええー。ほんね、うん。あれは本当ね、迷惑でしたね。まあ、でもまあ、いいんじゃないですか。しょうがないですよ。やっぱり、どっちにしても、ね、病院連れった方が <laughs>、一回見た方がいいかなっていう方なんでね。 うんまあ、今回はね、皆さんに迷惑かかっちゃいましたけど、まあ、それで、まあ、その方がね、まあ、幸せな方向に、こうね、病院で診断がついて、治療にね、入れればね、またそれはそれでね、良かったなっていうことにはなりますからね。はい。うん。そうです。はい。うん。あ,あ赤、赤字になってる。ワをうん。<laughs> そうですね。 はい、えっ、ー、とまあ今日は一応そういう感じでですねまあ新学期に起きることでですねえー、お話の方をさせていただきましたはい <laughs> ちょっと頭開けて開けようかって人 <laughs> ちょいちょいいますよ、ね、まあいますけどねあのー かかあれですよやっぱり世の中ストレス多いですからやっぱ変になっちゃってる人って結構いますからまあまあみんなでこうちょっと心広くなりましょう,もう最近思いますよ私もなんかねこう一個一個いろんなこと腹立ててたらもうしょうがねえなっていうのは正直言って思いますよねまああの子供 ししけに関してはねちょ,ちょっと厳しいですけど私うんただまあ世の中全体見たら、うんま、どうでもいいやっていうもういいよいいよもうっていうのは多いんで結構ねはいえた、ー、きさんそれは無理だよ <laughs> 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 う,んうん確かにね閣下、うん、のおっしゃる通りかもしれないですねうん、うん、そうですよね、うん、はい、うん まあすいません。ちょっと今夜はですね、なんかそういう感じで、えー、あー、七ナ先生も私はあれですよ。あの顔面ワイせつですからね。はい。うん、滝さんダメです。はい。<laughs> えっと、あのー、そういうことでですね、えー、お話の方、すいません。今日は、えっ、ー、と、させていただきました。はい。あ、ジャあャさん、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、カッカー、はい。えー、こちらの論文、ジビニアルけど、あまり広がってないか。 そうですね。ないんですよね。確かにね。結構あります。地味にはあるんですよ。うん。あ渡部さん、お疲れ様です。ありがとうございます。滝さん、病院は嫌でも行ってください。はい、うん。滝さんのためですからね。はい、うん。で、病院でね、えー、美人なね、えー、看護師さんを見つけましょう。 はい、ええー、あ、小森さん、お疲れ様でした。学科もお疲れ様でした。滝さん、お疲れ様でした。お大事になさってくださいね。はい、では、ええー、本日も失礼いたします。おやすみな。